はい、おはようございます。今朝の閣議におきまして法務省案件として首位書に対する答弁書が1件ありました。続いて私から1件報告がございます。今月31日から全国の商業登記所において実質的支配者リスト制度が開始されます。この制度はマネーロンダリング防止等の国際的な要請を踏まえたものであり、株式会社の申し出に基づき実質的支配者に関する情報が記載された書面を商業登記所において保管し写しの交付を行うものです。この制度によって我が国の法人の実質的支配者情報の透明性の向上や銀行などの特定事業者による実質的支配者情報の確認の一層の円滑化が期待されます。今後もこの制度が広く活用されるよう引き続き関係省庁と連携して積極的な周知広報に努めてまいりたいと考えております。私からは以上です。それでは質問に移らせていただきます。幹事社の日経新聞です。実質的支配者制度の開始についてご発言がありました。同制度は法人の透明性を向上させ資金洗浄などの目的による法人の悪用を防止する観点から法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取り組みの一つとして開始するものになります。この点について異議についての大臣のお考え、そして支配者情報の提出は任意にとどまるわけですけれども、これをどのようにして実用性を高めるか、そしてこの制度を民間金融機関などが活用を検討しているなどの使用例について法務省として認知しているものがあるか、この3点についてお伺いします。はい、まずですね、この制度はマネーロンダリング防止等の国内外からの要請を踏まえたものであります。法人の実質的支配者の透明性を向上させることは法人を隠れ蓑として行われるマネロンの防止等に貢献するものと考えています。そして、2点目ですけれども、2点目の実効性ということへのお尋ねですけれども、この制度によりますマネロン防止等の効果が十分発揮されるためにはこの制度が自発的に広く利用されるように努めることがまず重要だというふうに考えています。その上で、活用の見込みなんですけれども、運用開始するにあたりましてですね、金融庁や関係団体とも連携をして金融機関等への周知広報を行っているところです。金融機関等はですね、顧客である法人の実質的支配者の確認義務を負っておりまして、本制度の活用をご検討いただいているものと承知しております。それではその他にご質問ございましたら代表をお願いいたします。じゃあ西中さんお願いします。はい、古いのジャーナリストの西中です。ですね、現在の大村入管収容所に長期収容中のネパール人男性がですね、2年前に、ごめんなさい、施設内で起きたそのおけがを放置された2年間放置されてですね、それで病状が悪化し続けて現在ほとんど寝たきりの状態になってしまっています。それで、それにもかかわらず、適切な医療を受けられないということで、1月17日にですね、長崎県弁護士会に人権救済を申し立てました。でこの方はすでにこの件で告発訴訟も起こしています。この件で報道もされています。でまたですね、東京入管でも、長期収容中のやっぱりスリランカ人男性が、2週間の仮放免と再収容を繰り返して、そのために健康状態を悪化させて、この数ヶ月間嘔吐がひどいんですね。それで、入管の医務室で点滴を毎日今打っているような状況なんですけれども、血管への負担が大きくて内臓疾患の疑いもあるので、入管の医師からは入管収容がこれ以上続けば命に関わると、仮放免してその入院する必要があるというふうに言われています。でこの件ではですね、1月12日に立憲民主党の国会議員、この中には医師の資格のある阿部智子議員なんかもいるんですけれども、その3人の議員がですね、石岡、国明東京入管局長に対して仮放免を求める要請をしましたが、未だに収容は続いています。
で、現在の法務省はですね、入管庁、名古屋入管のそのウィシュマさん死亡事件の最終報告書を踏まえて、改善策の取り組み状況を公表して、1月25日にも改定したんですけれども、今言ったようなその大村入管やその東京入管で起きているその非収容者の極度の体調悪化の状況というのは、大臣にも報告され、あるいはこういったその改善策の取り組みの中でもちゃんと検討しているんでしょうか。実際その入管内の日々の実務に反映されなければ、こういった取り組み状況を作成公表してもあまり意味がないと思うんですけれど、一体何のためにこういった改善策の取り組み状況を作成し公表されているのか、それについての説明もお願いします。この2点について大村と品川入管の件が報告されているのかどうか、それからこういった事例がですね、改善策の取り組み状況にちゃんと反映されているのかどうか、そういったことについてお答えください。お願いいたします。仮放免の可否につきましてはですね、個別事案ごとの事情を踏まえて、許可すべきものとすべきでないもの、これを適切に判断することが大事だというふうに考えています。それでこの個別事案における具体的な事実関係についてはお答えを差し控えさせていただくのですけれども、しかしこの体調不良を訴える非収容者に対してはですね、その訴えている内容やその症状等に応じて必要な診療治療を適切に受けさせているものと承知をしております。加えてですね、その名古屋事案を踏まえた上でのその改善策の一つとしまして、先日申し上げておりますとおり、入管庁はですね、昨年の12月28日に体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定発出しております。この新たな運用方針においてはですね、収容継続によって健康状態を大きく害する恐れがある旨の医師の所見が付された非収容者については、原則として仮放免を許可することとしておりまして、そのようなというふうに定めております。そしてこの運用方針に基づいて、体調不良者に対する仮放免の判断がより迅速かつ適切に行われているものと聞いております。今ご指摘いただいたこの改善策の取り組み状況を、この公表は何のためかという何の意味があるのかということでしたけれども、こういうこの改善策の進捗状況をしっかりとお示しするために公表をいたしております。その他ご質問ございましたら IWJ さん。IWJ の木原と申します。よろしくお願いします。スポーツベッティングについて伺います。現状インターネット上で海外サイトが運営するオンラインギャンブルに日本で参加することが横行しておりまして、日本の参加者たちと複数の人間が、合法だとの認識を YouTube 上で発言し広めています。これが合法か非合法なのか、IWJ が法務省の刑事局に問い合わせましたら、一般論として賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、賭博罪が成立することがあるものと考えられるということしか、法務省としてはお答えできません。海外で運営しているオンラインギャンブルに参加した場合は、個別の案件に当たるので、その、捜査状況や証拠によっていろいろ考えられるので、こちらとしては回答することができませんと、曖昧な回答しかされませんでした。しかし このような合法か非合法かわからないようなアナウンスをされると、グレーゾーンだから何をしても今は大丈夫だと判断するものが増えていきます。現行法では合法なのか非合法なのか、国民に正しい判断基準を示していただきたいのです。その上で仮に合法であるとされて、不正行為が行われる可能性に対してどう取り繕えるのかという問題が生じます。かつてプロ野球でも黒い事件と呼ばれる暴力団による野球賭博に現役選手が関わる八百長事件が起こり、関わったプロ野球のピッチャーが永久追放されることがありました。同様にこうしたオンライン上のスポーツベッティングが合法として行われる場合でも、シナリオや台本が選手、当事者間で打ち合わせされ、大番狂わせが起こって勝率の低い方が勝利を収め、その内情を知っていた者だけが不正に大儲けができるという可能性が出てきます。現に大晦日に地上波で放映された格闘技大会で1試合だけ両選手の間で台本を話し合ったことが明るみに出たことがありました。
この場合もオンラインでベッティングが行われていました。オンラインギャンブルというのは賭博罪が制定されていた頃は想定されていなかったこととは思われますが、それでも法の空白は許されません。現行法上に照らし合わせて合法か非合法か、また台本があるような真剣勝負と言えない試合があった場合どう対処するのか、当局はそれも賭けの対象とするのか、指針をきちんとお示しいただかないと法秩序を守ることができなくなります。大臣の見解をお答えをお願いいたします。合法か非合法かということなんですけれども、その犯罪の成否というものはですね、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でありますから、具体的なその事案ごとにその犯罪が成立の犯罪が成立するか否かということについては、これはコメントすることはできません。お尋ね、そのこのオンラインギャンブルということなんですけれども、当然ながら捜査当局においてはですね、賭博罪等の刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づいて適切に対処すると、こういうことでございます。その他ご質問ございますでしょうか。西中さんお願いします。はい、あ、ダブダブ失礼します。冬の西中です。先ほどの質問なんですが、大村入管と品川、東京入管のですね、この件というのは大臣に報告されているのかどうかということをお答えください。それとですね、2020年の8月に日弁連がですね、入国者収容所と視察委員会の改革に関する意見書というのを、公表しています。で、このような法務省入管庁から独立したですね、専門的な第三者委員会の設立が、必要だというふうに大臣は考えていらっしゃるのかどうか、国連からもですね、再三にわたり国内人権機関の創設を求められ続けているわけですが、それとも関係してくるとは思うんですけれども、こういったその独立したその入管施設のですね、視察委員会をもう一回その、見直すといったようなことを今考えてらっしゃるのかどうか、国連の勧告をなぜ受けようとしないのか、その理由についてもお願いいたします。まず前段のお尋ねですけれども、個別の案件について、コメントすることは控えたいと思っております。ただ先ほども申し上げましたように、体調不良を訴える非就業者に対してはですね、その訴えの内容や症状等に応じて必要な診療治療を適切に受けさせているというふうに承知しております。でそれから講談のお尋ねですけれども、視察委員会、この視察委員会はですね、ご存知の通り学識経験者、放送関係者、医療、関係者等により構成されておりまして、その運営は同委員会によって決定されております。でこの視察委員会はもうご存知の通り、独立した立場で非収容者から直接意見を聞くことも可能です。あるいはまた各収容施設に設置されております提案箱を通じてですね、視察委員が直接非収容者の意見等を把握することもできます。このようにですね、視察委員会というのは、入管庁とは一線を画した第三者機関であります。で専門性、第三者性は十分に担保されているというふうに考えています。その他ご質問ございますか。ご質問以上でよろしいでしょうか。もっとよろしいでしょうか。はい、お願いします。何度もすいません、西中です。ですね、第三者性が担保されているとおっしゃってますが、結局事務局もですね、入管庁の総務課の方に設置されておりますし、それから視察といってもですね、やっぱり人数が全国入管あるわけですから、東西に分かれて視察委員会がありますけれども、なかなかその緊急事態に対処できるような仕組みになっていません。ウィシュマさんのケースでも、ウィシュマさんが提案箱にウィシュマさん自身が、その視察委員会宛てにですね、要請を書いてるんですが、それを、が検証されたのは、ウィシュマさんが亡くなってからです。ですからそういった緊急の申し立てとか、こじり通報的な形でですね、
外部からきちっとこういう状況だから、検証してくださいといったようなそういった緊急の申し立てには全然対処しきれてません。予算もない。本当にその、片手間に皆さんやっているような状況です。そういうことですから、もう少し常設で、これはもちろん入管施設だけではなく刑務所なんかでもそういった視察委員会はあると思うんですけど、入管の場合は特にそういった体制が脆弱ですし、やっぱり法務省の中でやっぱりコントロールされているという意味合いが強いと思います。そういったことで、この日弁連の意見書というのは、ちゃんと参考にされている大臣はそのお読みになったのかどうかということを、そこをちょっと確認させてください。お願いします。ですね、先ほども申しましたけれども、この視察委員会っていうのは、学識経験者、放送関係者、医療関係者、NGO や国際機関の関係者、それから地域住民代表者、こういう方々の中から、任命をするわけですけれども、その選任がですね、恣意的なものにならないように、日弁連や、それこそ日弁連やですね、日本医師会など、それぞれの所属団体から推薦を受けて選任をしております。そして今申し上げたように、被収容者から直接この意見を聞くこともできる、そういう制度にもなっております。運営もこの委員会によって決定されているわけですね。で、その現在の入管行政の在り方については、さまざまなご意見やご指摘があるのはよく私も承知をしておりますけれども、その意味ではいつも申し上げております通り、このあるべき入管行政の姿になるように、これは普段の努力をしていると、ということはいつも申し上げている通りですけれども、この件に関しても私はその一斉に変わりはありません。第三者機関としてのこの視察委員会はですね、専門性、第三者性は十分に担保されているというふうに考えています。それでは次の日程もありますので、この辺りに挑戦していただきたいと思います。それでは以上です。